こんにちは、神野です。今日はですね、工場にですね直接一般の方がお願いしてもなかなかうまく作れずちょっと苦労するよっていうお話をですね、落とすわけじゃないんですけども、そういったお話をしたいと思います。というのもですね、我々よく関東の方とか大阪の方で展示会っていうのに出展するんですよね。こういったオリジナルを作りますよっていう形で、アピールして、する展示会なんですけども、そういった時にですね、業者の方、一般の方が来られてですね、実はこの間作ったんだけども思うようにいかなかった、納期もすごく遅れちゃってってみたいな話をですね、1件2件じゃないんですよ。実は何件もそういった方が来られるんですよね。でよくよく聞いてみると、やっぱ直接工場を自分で選んで作るように話し進めたっていうことなんですよね。でそれを聞いてですね、そういうことかっていうのが我々分かったっていうのが、例えばですよ、こういったタオルが欲しいっていう形でお客さんが思いました、あなたが思ったとするじゃないですか。で工場にお願いしようと思って電話します。そうするとひょっとしたらですね、工場はですね、得意分野はですね、実はこういったものを作るのが得意な工場をやったりするわけですよ。あるいは、こういったものが得意なところに当たったりするわけですよ、というのも工場っていうのは1件2件じゃなくて、今治でも100件以上、先週も合わせると200件以上の工場が稼働しています。その中でですね、あなたが作りたいと思っているようなこういった工場に当たるっていうのが稀やということなんですよね。で私どもはですね、そういった工場をよく知ってます。 A っていう工場はこれが得意やと、で B っていう工場は実はこれがすごく得意なんだと、いうこと、我々にお問い合わせいただくと、私どもはお客さん選んでられるのは欲しいのはこれなんだなと、このプリントが欲しいんだなということがあればですね、このプリントの得意な工場に依頼します。でジャガードが欲しいなっていうところで、方であればこういったジャガードを得意な工場に依頼します、もうそういった振り分けを我々するわけですよ。で納期がちょっと早く欲しいっていうことであればですね、納期の早くできるこういったものが欲しいと、お客さんの要望のタオルに合わせて納期管理であったりとか、そういった品質管理、品質はどこもいいところしか我々扱ってませんけども、そういった形で選んでいくわけですよね。とするとやっぱりおのずといいものが、お客さんの要望のものが出来上がるというのが我々、間に入っている観音織物のスタイルなんですよね。ですからそういったものを全部知ってるっていうところが我々の強みで、それをお客さんから言われたものをそこに工場に持っていくだけの話なんですよ、ところがですね、やっぱそれ分からずにですね、展示会に来られたお客さんなんかは、ホームページにね、よく工場なんか出てます。でそれを見てですね、この工場でお願いしようということで電話すると、ひょっとするとこれが欲しいにもかかわらずこちらの方が得意な工場やったりするわけですよ。そうするとその工場にしてみたら、いやできませんよって言うわけにいかないし、当然そういうことは言いません、で私でもできますよって形で自分の仲間内のこういった得意な工場に回すわけですよ。そうするとどうなるかというと、当然間に入ってるんでいくらかのリベートも必要になってきますし、納期管理にしてみても品質管理にしてみても、自分が頼んだ工場と自分っていう形で、言ったらあやふやな形でずっと物が進んでいきます、物作りが。そうすると最終的にどうなるかというと、うまくできればそれはいいんですけども、やっぱ納期でちょっとずさんなところが出てきたりとか、伝言ゲームみたいな形になってなかなかうまく進んでいかないっていうこともあります。そればっかりじゃないでしょうけどね、うまくできる場合もあるんでしょうけども、そういったこともあります。ですから我々みたいな業者っていうのが間に入ってやるっていうのが、やっぱりそのオリジナルに関しては特にその辺が必要だと思うんですよね。簡単な例で言うとですね、ちょっと別の業者ですけども、ラーメン屋さん、豚骨が得意ですよとかね、そういったラーメン屋さんに、そういったラーメン屋さん入って、ちょっと醤油ラーメンくださいって言っても、それは作れないことはないんですよね、ラーメン屋さんなんで。でも豚骨で売りに出してるのに、そういった醤油ラーメンをって言っても、なかなかね、やっぱり得手不得手の問題で、美味しいかどうかっていうのはちょっと別の話になってきますので、そんな感じです。ですからやっぱり枚数もね、たくさんできる工場もが得意な工場もあれば、1枚でもやる工場があったりとか、本当ね、いろんな工場が得手不得手あります。だからこの辺をですね、
よく熟知している我々みたいな業者さん、まあ私どもって言いたいんですけども、我みたいな業者さんに、お願いしてものづくりをしてもらうっていうのがやっぱり一番スムーズにね、ストレスなく作れると思いますので、ぜひですね、そういったところを選んで作ってみてください。よろしくお願いいたします。